今のは何だ、何をしやがった。ごめん、俺琥珀のスピルーンをバラバラにしちゃった。つまり琥珀は感情をなくしちまったってことか。まだその娘のスピルーンは失われてはおらん。飛び散ったかけらをすべて集めればスピリアを取り戻せるはず。琥珀のスピルーンを取り戻すまでやられるわけにはいかないんだ。君のことをシングって呼んでいい？琥珀のためにできることを一つ。だから僕も一緒に戦うって言ってんだよ。文句は貸しを返してから言ってね。同行の許可を請う。どう簡単に信じるとろくなことはねえだろ。ここはちょっと卑怯にやらせてもらいます。これがあれば私の悲しみをみんなに伝えられる。都合よく陛下の名を利用しようって。月が満ちる日まであと少しか。私も一緒に行こう。命を救われた借りは返す。輝け俺のスピリア。ここで逃げたらもう二度と琥珀に信じてもらえない。そんなのは嫌だ。